ペータースベルクは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州カッセル行政管区の古田郡に属す町村である。この町は、古田市の北東の市境に面し、レーン山地の西の市脈に位置している。町内をハウネ川が流れている。ペータースベルクは、北はヒュンフェルト、東はホーフビーバー、南東はディッペルツ、南はキュンツェル、西は古田と境を接している。 自治体ペータースベルクは同盟の主流の他にハウネドルフ、マールバッハマルグレーテンハウン、シュタイナウ、シュタインハウスの各地区からなる。この集落の歴史はウーゲスベルクにベネディクト会女子修道院が創設されたことで始まる。この修道院は836年9月28日にフルダ修道院長ラバヌスマウルスによって建造された。この際に 聖ペーター・バシリカから聖リオバが移送された。この修道院は12世紀にプロプス隊にまで発展したが1802年に廃止された。1130年からウーゲスベルクはベーター・スベルクと改名された。この山のふもとに集落が形成され、1153年にブルーバスとして初めて記録された。ベーター・スベルクという名称は、 1837年のヘッセン選定綱領の指令によって、集落や修道院の所領の名称として広く用いられるようになった。現在はベネディクト女子修道会による整理オバ消防が再び設けられている。この消防は聖ペーター墓地協会の管理も行っている。1971年12月31日に、それまで独立した町村であったハウネドルフ。 マールバッハ、マルグレーテンハウン、シュタイナウ、シュタインハウスが自治体再編に伴い新たな町村ペータースベルクに統合された。ペータースベルクの町議会は37議席で構成されている。ヘッセン州自治体法によれば市長は市町村議会の議長を務める。ペータースベルクは町長の他6人の名誉職からなる委員会が形成されている。 直接選挙で選出された初代のペータースベルク、町長はカール・ヨーゼフ・シュビデス戦で1994年から2018年まで4期にわたって町長を務めた。2018年3月に新たな町長としてカルステンフロスが就任した。聖ペータース教会整理バの遺骨を収めた地下制度を有する聖ペーター教会が見どころの一つである。 この他の見どころとしては、14世紀に作られた花の、生け垣を持つかつての女子修道院庭園がある。この女子修道院庭園は2013年夏に、72時間アクションに伴い公園に改編され、これ以後入園できるようになった。この女子修道院庭園を所有していた修道院は、現在は、この場所にない。2006年7月からペータースベルクの、 聖ペーター教会近くに聖リオバを祀るベネディクト女子、修道会の小さな修道院聖リオバ総合が設けられている。ペーター・スベルク監視等、アルメンドルフ地区とメルズドルフ地区を、ミルゼブルク自転車道が通っている。この自転車道は、ヘッセン広域自転車道、R3 号線及びバーンラートベークヘッセンの一部であり、かつてのビーバータール鉄道。 レーン鉄道の軌道跡ペータースベルク月線方フからヒルダオスまで全長 27km のヘッセンレーン山地を通る自転車道である。ペータースベルクはアウトバーン A7 号線の古田中央インターチェンジに面している。また、連邦道 B27 号線及び B458 号線がこの町を通っている。最寄りの駅は古田にある。これらの文献は 翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ベボケルウング・インヘッセン AM ・ a m ミー・31.12、2027波ゲメーン・デン・ハット、ピーター・ズバーグ・アイン・オーナー・ザ・ラン。2019年10月31日閲覧。スタタスティシャス・バンディゼムット、エド。 ヒスターシャス・ジェメインデバース・シュニス・フィワダイ、ブンディス・レブーブレイク・ドイッチュ・ランド・ナ・モンス、グレンズ、ウンとシュラッセルト・ナ・マーナンド・ランガン・バイ・ゲメーンデン、クレイソン・ウンと・レイジル・ウングズ・ベザー・キン・ホム27-5-1970ビス31-12-1982シュトットガルト・マインツ・ W ・コール・ハマー・ GMBH p393isbn978 から3から17から003263から7コミュニルワラン2016インヘッセンピーターズバーグ2019年10月31日閲覧ダードワランインピーターズバーグ2019年10月31日閲覧パートナーストテデアゲマインデピーターズバーグ2019年10月31日閲覧 ミルズバーグラドウェグ2019年10月31日閲覧ありがとうございます。